ダークハンドの解説をしていきます。素性は持たざる者、ソフィーは炎の奇跡で、ダークハンドの入手方法はロンドールのユリアから購入すると、しかもちょっと高い。なのでロンドールのユリアをまず出現させる必要があります。ユリア出現させるためにはヨエルの力引き出しを5回やる必要があるので、呪いを15貯める必要があると。レベルを5上げて、でレベルを5上げて、で一度労働を挟めばユリアが出てくるので、まあ、まずはそこからと。でヨエル自体はもうすぐボルを倒したらすぐ最初に呼ぶことができるので、まあ、入手時期的にはめちゃくちゃ早い。めちゃくちゃ早いし、ダークハンドの特徴として強化ができない。強化ができないけど、最初からそれなりの攻撃力がついている。で、補正もまあ一応あるということで、かなりその早いうちにダークハンドを入手しておくと結構楽になる。序盤は割と楽になる。特に序盤なんか特にショートソードよりも強い武器っていうのがなんかあんまりないんですけど、ダークハンドに関してはまあショートソードと同じぐらいは強いと言ってもいいかもしれない。で、ここで最初にヨエルを従者にすると。で、そのままとりあえずまあ先に進んでいく。でダークハンド自体が12000だったかな、12000ソールで買わないとダメなので、ちょっと序盤で12000ソール工面するのはなかなか難しいので、決勝の頃を倒しては確か11000ソールぐらい手に入るのかな。でそこでプラス、それとプラスアルファぐらいでソールを稼ごうと思います。でまずはヨエルにレベルを引き出してもらう前に一応レベルを上げておくと、まあ、少しでもソウルを節約、レベルを上げる。でこの辺の300ソウルとかはまあどうでもいいんで、とりあえず今ダークリングを使って、で不死骸の保護から落ちてデス数を稼ぎます。多分ここ結構早いと思います。で3回死んだら一遍変える。で、一回引き出してもらって、今呪いが3つ溜まってるんで、で、ここで一回呪いを、いや、力を引き出すとすれば、こっからは2個ずつ呪いが溜まっていくことになるんで、で、あと6回死ぬことで、ちょうど15と。これが、まあ多分早いんじゃないかなと思います。あんまりその帰って引き出す、力を引き出すをやりに行くのもそれはそれでロスになるんで、でこれで 1,2,3,4,5 ととりあえず生命力は上げてます。うん、ダークハンド補正がまああるはあるはあるんですけど、そんなにめちゃくちゃ一気に攻撃力が上がるってわけでもなく、そもそも最初から150闇属性の攻撃力がついているので、まあ序盤で150の属性攻撃はまあそれなりの火力をたとえ闇だとしても出してくれるので、まあ生命力を上げて強靭もリーチもないんで、なかなか立ち回りづらかったりはするんですけど、で、決勝の頃を倒して、ああ、そう、決勝の頃の、その、出現位置って、決勝の位置によって、決まってるんで、それはまた、どこかで解説しますね。解説動画的なのを出します。決勝の位置によって、どこに出るか、本体がどこに出るか、分身がどこに出るかっていうのは決まってて、3箇所ぐらいのランダムにはなるんですけど、それはまた今度どこかで
動画編集が終わり次第出します。で、そのまま。で、強化ができないので、この辺 DLC 一応先に来る必要があるかというと、まあそんなことは特にはないんですけど、まあ道中でソウルが落ちてるので、それを拾いたいなということで先に来てます。後から来ようが今来ようがあんま変わらないんで。で、ユリアからダークハンドを買っておしまいと。武器強化のロスとかはないので、あとはただ能力をひたすら上げていくだけなんですけど、まあ、あとはその序盤はそれなりに強いっす。序盤は。後半は弱いっす。この辺も R1 一発で倒せる。モーションがやっぱ拳は結構早いのがいいっすね。モーションは拳結構早いので、序盤もそうだし、立ち回り自体は結構やりやすい。まあ、リーチはちょっとしんどいですけど、まあ密着して戦うことに慣れてれば特に問題はないかなと思います。まあほどほどの攻撃力。プラス6相当、なんか、神攻略域とかには、なんか、プラス6相当のダメージが出せるってありますけど、そうなんですかね。あんまりピンとこないですけど。まあ、プラス6相当だとして、プラス6のまま、ゲールまで倒さないとダメというので、まあ、結構大変。タイム見てもらったら分かる通り、普通に化身を倒すだけ、化身を倒すだけのタイムアタックをするんだったら、まあ1時間かからない。本編だけだったらそんなにめちゃくちゃ遅くなるわけじゃないです。で、この辺深みの主教は手数、闇耐性あるんで手数かかるし、攻撃範囲も狭いので、かなり敵を巻き込んで倒しにくくなってるんで、ちょっと辛いです。辛いので、誘い頭蓋を使います。で、本体をひたすら殴る。回転はあるので、少ないスタミナのタイミング、序盤でも、スタミナが少ない序盤でも、まあ、それなりに、こう、殴り続けられるっていうのは、結構いいこと。ここはスタブいらないです。殴った方がいい。はい、OK。闇耐性がある深みの主教でも、まあさすがに誘い頭蓋ないと厳しいですけど、使えばなんとか持っていける。深淵の監視者は、ひたすら、これは R1 で正面から殴るのがいいと思います。スタブとかいらないですね。やめた方がいい、むしろ。時間がかかるので。まあ、殴られようが、殴り続ければ、こんな感じで持っていけます。ああ、どうしても手数が多すぎる気がするな。さすがに第2形態は、スタブから入った方が安定する。ここも正面に回ってから、こうやって殴り続けた方がいいかな。後ろから攻撃しようとすると、必ずステップで、今みたいな、ああいうステップ、ローリングでかわしてくるので。正面に回り込んで殴った方が早く終わると思います。この辺は全く攻撃力の低さを感じない。むしろ攻撃力が高いかなっていうぐらい。高いって言っても、まあ直剣と変わらないぐらいかな。同じぐらいの。で、オルニールも闇耐性が一応あったと思うんですけど、一応、物理攻撃力があって、属性も打撃なので、そんなに大変ではない。まあ、そもそも二強化したとそでも倒せるレベルなので、普通にこうやって回転の速い R1 出せるんだったら、まあ問題ないでしょうと。OK。まだ全然攻撃力の低さは感じない。で、筋力 C、技量 C、
履力 D、進行 D って補正があるんですけど、闇攻撃力は正直上げてもあんまり、まあ補正も悪いし、上げたところで何か速くなる敵がいるかというとあんまりいないので、それよりも筋力 C、技量 C の補正がある物理攻撃力側を上げていった方がいいかなと思います。ほぼ闇が効かないやつとかいるんで、そういうところで完全に止まっちゃうと困るので。で、30、そういう大体の武器は40まで補正がよく伸びることがあるんですけど、この武器は30から40までで結構伸びが鈍化してしまうので、30で止めて、筋力30で止めて、技量を30まで上げた方が攻撃力的には良かったりします。で、振り終えたら、まあ、リシン振っていくかな。まあ、サリバーも別に闇耐性があるわけじゃないのか。あ、そう、ここ下向いて攻撃しないと、サリバーンロックして攻撃すると、R1 の2回目が結構外れることがあるんで、ロック外して下向いて攻撃した方がいいですね。途中でやりましたけど。この方が絶対。で、一つ目の鬼門。まあ、深めの宿たちもそれなりにあれなんですけど、うん、75ダメージ。128。上半身に当てて128。ちょっとエルドリッチはな、やっぱりなかなか、リーチが短いのもあるから、闇も通らないし、リーチも短くて、ギリギリまで攻撃するの難しいし、ちょっと厳しいですね。上半身に攻撃しづらいし。ただ R1 連打で一応そのダメージがちゃんと入っていくので、まあ下手に大振りな武器よりはやりやすいと思います。強くはないです。まあスタミナ消費が少ないから結構無理に攻撃できるっていうのが強みかな。まあ間違いなくエルドリッチに持ってくるべき武器ではないと思います。で、戦技が急性なんかなんか呪術のあれに似てる。って名前が出てくる。なんだっけあれ。浄化か。まあ似てるっていうか、まあ掴み攻撃ですねっていう話なんですけど。まあ急性があるんですけど、急性はちょっと使うタイミングがないかな。完全に人と同じ大きさの NPC にしか使えないと思うし、多分、ハーフライトと、ボスだとハーフライトと、王者の箱盛りぐらいしか使えないのかな。まあ、その二人にも、ちょっと使ったことないですけど、その二人にもじゃあ有効かというと、全然そんなことはない。R1 でひたすら殴った方が多分強い。あ、終わった。まあ、エルドリッチ苦手っちゃ苦手なんですけど、R1 ブンブン振っとけば100ダメージ入るんで、100もダメージ入ればまあなんとかなりますね。体験のモーションで100とかしか入らんかったらちょっと問題なんですけど、この R1、このスタミナ消費の低いモーションで、速いモーションで、100入るんだったらまあ別にいいって感じですね、正直。で、次踊り子。踊り子は、闇に弱いので、未強化ダークハンドでも、もう全く問題なく一発なんぼ。227。227っていうと、まあ、それこそその辺の体験と同じぐらいの火力が出るので、かなり強い。対踊り子としては、未強化というか、こちらのレベルが低かったり、強化値が低い状態での、対踊り子戦では、まあ、最終兵器的な、一番強い武器になると思うんで、ただまあ、ロックすると当てにくいんで、ロックをこうしたり外したりしつつ、ああ、最後入れたかった。後ろ向いちゃったな。ああ、OKOK、終わった。うん、結構早い。結構早いけど、1分以上かかってるのか。1分以上かかってるか。そんなにめちゃくちゃ早いわけでもないな。
で、オスロエス。オスロエスも、まあ、闇がそんな効くかというと、169か、一発。まあ、効くわけじゃない。ダメージがめっちゃ通るわけではない。闇耐性自体はあるんだっけ、こいつ。普通ぐらいか。まあ、でも、R1 連打すれば、それなりにちゃんとダメージが入ってくれるので、めちゃくちゃしんどいわけではないですね。で、片手に盾もちゃんと構えられるので、られるけど、まあ、盾構えないと意味ないんで、ちゃんと避けましょう。あんまり遠くに行くと、もう追いかけると逆にロスになるんで、来るの待ちましょう。それとこんな感じで、クソみたいな突進をしてくると思うんで、避けましょう。こんだけローリングして R1、R1、ローリングして R1、R1 しても、スタミナが全然減らないっていうのはいいことなんですけど、まあちょいちょいやっぱりリーチがなくて外れることがある。あんまり当たらないので、しっかりと後ろ足を狙って攻撃することができると、それなりのタイムにはなるはず。で、この拳武器の中でダークハンドのその特徴なんですけど、特徴というか弱みというか、両手に持てないんですよね。セスタスとデーモンナックルはもう走ったんですけど、セスタスとデーモンナックルは片手の右手に装備してるだけの、右手に装、えー、相当武器だから、右手一つだけで、なんか両手、になって L1 攻撃ができる。この L1 攻撃が結構強くて火力が出るので、拳にしては。デボンナックルって L1 できたの？あ、できるのか。で、火力が出るので、それが使えないダークハンドはちょっと拳にしては、弱いです。そのモーションがないっていうだけで。L1 は結構そのスタミナと DPS が R1 に比べると高いので。英雄軍団はもう見ての通り R2、R1 からのスタブでおしまい。まあこれは他の武器とあんまり変わらないですね。大体1200ダメージ。1200ダメージなので、まあ、4回パリーで終わる。普通な武器です。で、竜狩りの鎧。竜狩りの鎧は闇にとても耐性があるので110ダメージ。まあでもそれでも110ダメージ R1 一発で出るんだったら、まあ大丈夫かなって感じですね。初等その R1 一発が170なので、まあそれよりも速いモーション。モーション速いんかな、これ。あんま変わらん気がするけど。まあ、スタミナ消費が少ないので、ギリギリまで攻撃することができて、で、それで、この速さのモーションならば、確かに竜狩りの鎧にはダメージは通りにくいんですけど、そんなに、ここのひるみは読んだわけじゃなくて、適当に間違えて攻撃したらひるんでラッキーですね。ひるむと確信してたら、ちゃんとその後の追撃を、おおっと、そのままやるんで。どうしても時間がかかるんで、長たちのその横やりを無視してクリアするのはなかなか難しいと思うんで、ちょっと安定した立ち回りになってますね。この辺もやっぱ L1 攻撃ができると少しやっぱ速くなる。1.6倍ぐらいダメージ出るんかな。1.3倍や？ 1.3 倍だったっけ？ L1 だと。ちょっと忘れたけど。なので、まあでも、スタミナ消費が少なくてモーションが速いんで、立ち回りが大変ってことはないよ、ないので、倒す分には特に、まあ苦労はしないです。で、そう、強化しても攻撃力が上がらないので、わざわざその、
祭祀場に帰って強化したり、さっきも言いましたけど位牌を取りに行ったり、草菱のかけらを拾ったりとかいう手間はないので、ずっとどこからかな、深みの司教、深みの司教じゃあ自腹の体重か、自腹の体重倒したあたりからずっと、まあ特に強化する必要なくロスリックをうろちょろできると。まあ強化できた方が正直嬉しいけどな、攻撃力が序盤下がったとしても。序盤はいいけどやっぱ伸びがない。でローリアンも闇耐性あるんだっけ、確か。ローリアンはそんな闇耐性はないのか。ロスリックが闇耐性あるからしんどかった気がする。あ、違う、ローリアンも闇耐性結構あるのか。うん、スタブも全然ダメージが取らん。てかこれカエンズボの方がダメージ出るんじゃないか、筋力と技量があるし。100ぐらい出るだろ、なかなか誘導ができない。あ、オッケーオッケー、289弱で、 R2 の最大痛みが結構長いんですよね、拳モーションって。なんか直剣のショートソードとかの月と比べてなんか溜めすぎな気がする。うん、まあしっかり力入れないと、素手だからしっかり力入れないとダメなのはわかるけど、なんかもうちょっと短くていいんじゃないかなと正直思う。うん、なんか強さとリーチとモーションが釣り合ってない気がするから、あんまり R2 最大ためって拳武器で使うことはない気がします、セスタスとかも含めて。でセスタスよりやっぱりその大幅に時間が遅いんですけど、やっぱそのそれぞれのボスごとに対して弱点属性の松ヤニを使うってことは一周目は結構やっぱ重要になってくるかなと。まあ、弱点って言ってもほぼ黄金松ヤニなんですけど、黄金松ヤニもしくは毒をゲールに入れたりとか、そういうことができるっていうのは結構大きい。それ闇150っていう値自体は結構やっぱ高くて、150っていうのは結構高いので、序盤のその、まあ、耐性の低いボスはいいんですけど、後半になってくると弱点つかないとまともにダメージが通らないのでちょっとしんどい。あとはそもそも普通に松ヤニで賄えるんだったら最初から属性なんか武器についてる必要がないので、よっぽど高い値にならない限りは、もしくは最初から雷がついてるとかじゃない限りは。うん、筋力技量30になったので、まあほぼここで頭打ちかな。火力が大太刀の化身には130。うん、まあ普通かな。 R1 の一発目はちょっとちょっと前に踏み出してくれるんで当てやすい。二発目がちょっと当てづらいんで、これ R12 回入るけど、うん、ロック外してやっぱ下向いてこないとなかなか当たんないですね。手数はそれなりに出せるので、ひたすら殴り続ける、回復の手間も惜しんでひたすら殴り続けるといいと思います。正直立ち回り大変です。ひるみはまあまあまあこれだけ殴ればひるんでくれます。あー、ラッキー。うん、オッケー、割といい感じ。短い。うん、右目は当然あった方がいいと思います。わずかでもダメージが上がるんで。なかったら、ちょっと。うん、10、20ダメージが変わってくると、それだけで、
手数が結構減ります。どうしても手数が多い武器なんで。第2形態もまあ特にとりあえず迷ったら R1 打って、迷ったら R1 打って、相手の攻撃終わったらとりあえず R1 打ってから次の攻撃を様子見って感じで、相手の攻撃を待つ必要ないですね。こんな感じで何かあったら殴る。でこのつかみにも全然対応できるんで、うん、あ最後持っていけるなと思った。何かあったら R1 で攻撃とやっていけば、まあまあ化身ぐらいなら全然問題なく倒せます。だから本編はまあそんなに遅くはない。本編はまあ総王子とか止まりますけど、総王子とかエルドリッチとかがきついけど、でデーモンのロー、デーモンのローも R1 結構ダメージ出てくれるんで、そんなにしんどくないです。で、地味にひるみも取れると。だちょっと当たりにくいかな。大土に押されてちょっと当たりにくい時がある。うん。あ、オッケーオッケー。うん、ただちょっと手数がかかってるな。うん、ちょっと押し出されすぎて、攻撃があんまり当たらなかったから、早いとは言えないですね。これは。うん、良くない。で、無名の王戦。無名の王自体は闇がそれなりに通ってくれるんで、その前の飛竜。まあ、飛竜も割と闇通ってくれるので、ダメージ自体はしんどくない。ただ、まあ、拳なんでうまく当てていきましょう。1、2、3、800ダメージですね。で、R1 ここ入る。1000ダメージ。ここで R1 が入らない。で、1、2、で、あと、もう一発。もう一発か。これで昼にかな。OK。うん。まあまあいいと思います。で、ダブルはちょっとダメージがやっぱり低いので、追撃して、おしまいと。うん、いい感じ。楽観にしては悪くない。で、無名の王。一発200、ああ、一発200出るのか。結構いいダメージ出るな。思ったよりダメージ高い。もうとにかく近づいて、相手から離れないように近づいて R1 をひたすら打つと。うん。このタイミングとかも R1 全然入れられるんで。はい、殴って、はい、で、うん、さすがに欲張りすぎ。割とちゃんと火力が出てくれてるから、無名の王に対してダークハンドっていうのは特に1周目だと別に悪くないような気がするな。他の武器見てたら、いや麻痺ってるのか、いやどうなの。ああ持ってきるよねやっぱり。うん、まあ、とりあえず相手の攻撃の後に R1 一発出して、R1 一発出してってやっておけば、いつの間にか相手の無名の王の体力が減ってるみたいな感じになるので、そんなに弱くはない気がします。あれなんでここ等速なんだ？あ、なんでここから倍速なんだ？よくわからん等速があった。うん。で次、この辺はちょっとしんどい。この辺はちょっとしんどい。まず、狼の処理がめんどくさい。リーチが短くて強靭がないので。あ、オッケーオッケー。なんとか倒した。で、あとは王者の墓守なんですけど、なかなかやっぱ盾が崩せない。盾崩し能力が低いっていうのと、まあ、相手が盾を構えていても、貫通してダメージが通るっていうのはいいんですけど、ダメージ自体もそんな高い方じゃないし、ただ相手がこう盾構えてたら、そう、そのままこう盾をなんかハメみたいな感じで相手が次の攻撃に移行できなかったりするので、見ての通りいつの間にか相手の HP 減ってると。うん、盾構えてくれると貫通していつの間にかこうダメージ結構入っちゃって割と楽に倒せる。下手にローリングをしないからいいんですね、王者の墓守は。
下手に言うのもちゃんと受けてくれるから。複数的になるけど、対応も結構ゆっくり遠くから来るし。ただ対応に関しては結構辛い。やっぱリーチ長くないとこいつはやりづらい気がします。あとこっちの攻撃力が高ければ高いほど相手防御力低いんで、めちゃくちゃその R1 一発で多くのダメージが入るので、だあんまり攻撃力が低いこういう武器ってなんかあんまり大量に対して有効ではない。特大武器とかの方が多分やりやすいんじゃないかな、個人的な感想ですけど、うん。で、フリーで。フリーではマジで辛い。魔法も闇もあんま通らないんで。はい。一発なんぼ ?130。230。あ、まあでも230出るか。いや、低いな。DLC まで来たら、やっぱりさすがにそろそろ武器強化したいところなんですけど、まあ武器の強化もできないし、ただひたすら殴るだけ。で、この R1 も、置き攻めとかも、R2 からの R1 とか、R1 2回ぐらいしか入らなかったりするので、なかなかそのダメージを効率よく稼ぐことができない。こいつも急性は確か背高い人なんで、当たらなかったりするし。浄化ハメみたいなことができればいいんですけど。ひどいですと。今の振ればよかったな。まあ相手があんまり遠くに離れないことを祈って、ひたすらこう R1 を連打するぐらいしか、なんかうまい立ち回りが見つからないなぁ。R2 からの R1 までしか入らない。そっからの何かがないのが辛いな。 R1 2回しか入らない。はい。フリーデにこの武器はちょっとないし、ムカついたんでフリーデ殴りに行ってますね。で、引き潰されてる。あんまり意味のない行動なんでやめましょう。アリアンデルは結構防御力低いんで R1 連打で、結構楽なんじゃないかな。まあセスタスの時もかなりダメージ出てたと思うんですけど、相手の行動によっては結構早く倒せる気がしますけど、ちょっと結構暴れてて辛いかもしれない。おー結構殴れてる。スタミナいっぱい殴ってでも4000ダメージぐらいか。あんまりやっぱり攻撃力高いわけじゃないですね、この時点で。回復されてるけど、まあ無視でいいかな。終わり。でもやっぱちょっと攻撃力不足を感じる。デーモンナックルとかセスタスの方が火力高いなーって思っちゃう。闇が通る相手だとしても。黒い炎のフリーデになっても闇なんか体勢はそんな変わらない。いきなり何してんの。マクスタから R2R1R1 すら入らない。700ダメージ。ここはもうとにかくゲールに頑張ってもらうしかない。ゲールの方が軽く出せるような気がするから。ゲールと一緒にちゃんと攻撃しましょう。立ち回りもあんまり良くないですね。なかなかでもリーチ短いから攻撃を置くことができないんだよな。フリーで近づくと結構早いからな、攻撃が。ああこんな感じ。そうこんな感じ。こんな感じでゲルと一緒に攻撃することが理想。
あ、もしくはこんな感じで相手がゴリ押そうとしてくるところに R1 をひたすら連打する。まあ運ゲーですね、運ゲー。あんまりこうこちらからなんか攻めに行くことがなんかできないというか、いい立ち回りが思い浮かばない。危ない危ない。これそうゲールに引っかかったんだ。そうそう、ゲールに引っかかってローリングのでちゃんとフリーデンの背中に回れなかったの。もうエストもないし HP もないから、こうかなり慎重に立ち回らざるを得ない。ナイスゲール。から持っていけない。でゲールも死んだかな。さすがにこの体力なんで。弱い。まだ持っていけない。はい、おしまいと。5分40秒早い武器だったら3分で終わるんですけど、フリーで。5分40秒もかかりましたね。ちょっとやっぱり、R1 一発の攻撃というか、その、早い、フリーでは隙がないので、はい、一回の置き攻め、スタブからの置き攻めとかでまとまったダメージをどれだけ与えられるかっていうのが重要なんですけど、この武器700とか、頑張っても1000、フリー、ゲールと一緒に頑張っても1000ぐらいしか出ないんで、非常に弱いですね。これはダメだ。で、傷ついたウロ底に関しては、立ち回りは、ダメージは正直出ないです。さ、闇にそんなにこいつ弱いわけじゃなくて、ちゃんと耐性はそれなりにあるので、そんな闇は効かないですね。闇は効かないんですけど、こういうボスに関しては、その、拳モーションの、速さがかなり効いてくる。なので、まあ人型、フリーデみたいな人型はかなり苦手なんですけど、人型といっても、まあ盾をずっと構えてくれる、墓守の大老とかは別として、人型苦手でこういう大きなボス、それこそアリアンデルとやる分には全然、立ち回りで苦労しない。ギリギリまで歩きながら相手の攻撃をかわして、こちらが攻撃し続けることができるので、そんなに大変じゃない。ただちょっと今のところ運が悪いな。こういう相手が動かないタイミングで一気に攻撃することができるっていうのはいいこと。この武器のいいところなんですけど、まあ、純粋に火力が低い。立ち回りは楽なんですけど、火力が低い。明らかにその、まあ、プラス10の火力ではない。他の武器の。まあ、プラス6相当って言ってたみたいですけど、まあ、それぐらいなんかなと思わざるを得ないぐらい低いので、まあ、モーションがこれぐらい速くなければ、危うくクソ武器のレッテルを貼るところだった。クソとは言わないです。序盤結構強いんで。未強化でもそれなりに頑張ってくれてるんで、クソ武器とは言わないですけど。1対1で戦うんだったら全然、問題ないです。複数を相手にするときって結構リーチとか攻撃範囲とかがあると、相手の攻撃をなんか見ながら、ノーロックでこう攻撃するときとかも、便利なんで、なかなかその、やっぱリーチがないと難しい。思います。一発100ぐらいか。まあ100は低い。150ぐらいは欲しい。どんだけ弱い武器でも。セスタスとかの攻撃力忘れましたけど、デモンナックルと同じぐらいかな。デモンナックルどれぐらい火力出たっけ。さすがにちょっと覚えてないな。まあだからこういうタイミングでずっとこう R1 連打を続けられるので、で、あとまあひるみもそれなりに取れる。どこぞのカテゴリーの武器よりも
手数が出せるので昼にはそれなりに取れると思います。なのでそんなに、デーモンの王子に例えばノーダメで立ち回れって言われても難しい武器ではない。特にレーザーなんかむしろ簡単。ただただひたすら、殴り続けることができるかどうかが問題に、ポイントになってくるので、まあ相手のモーションを覚えましょう。ひるみはまあまあ取れるんですよね、殴れるから。そこは嬉しいんですけど、ただただ攻撃力が低い。もうちょっと頑張ってほしいなぁと思います。3回ひるみか。うん、デモの時にひるみ3回取れました。あー、デーモンナックルの R1 一発が、なんだ ?L1 これ119か。うん、デーモンナックルプラス5で119。で、これが、落下未強化で90か100ぐらいなんで、まあそんな変わんない。でもまあ L1 がある分デーモンナックルの方が上かな。って感じですね。時間はどうしてもかかってしまう。それはしょうがない。で、ミディール戦。ここが一番きつい。105。頭弱点のはずなのに120。うん。頭弱点のはずなのに120しかダメージが入らない。とにかく、まあ、ミディールは当然闇食らわないので、とにかく長期戦になると。で、長期戦になればなるほど回避しづらい、掃除色ビームとかやってくる可能性が高まるし、突進、近距離なのになぜか突進してきたり、ジャンプしてブレスとかやってくる可能性が高まるので、まあ、集中力を切らさないようにひたすら頭を殴り続けるだけ。ギリギリまで攻撃し続けないと、ギリギリまで攻撃し続けてとにかくダメージを出していかないと、相手の行動がとにかく何度も多くなる。こういうブレスとかもう時間がかかるだけで何もうまみがないので、まあ、ロイドを切らさないようにうまく立ち回りましょう。こういうのとか追いかけないとダメ。追いかけるのにスタミナも使うし、時間もモーション終わりまで時間が長いし、攻撃ができるかというとスタミナがもうないから攻撃もできない。隙も少ない。ちゃんと避けて、良くないですね。ロイドが切れると107、弱っ。さすがに素手よりは火力出るのかな。いくら闇といっても物理が80プラスアルファぐらいあるから140もないか、130ぐらいあるのか。うん、また変な攻撃してきた。壁際だったらそう、結構ずれてどこに行くかわからないですね。ジャンプブレスみたいなやつ。結構攻撃チャンスのある行動してくれてる。そうでもねえな。運も悪いな。こんなに暴れるか。こんなもんなのか。あんまりミディールと戦ったことないからわからんけど。こんなもんなのか。暴れすぎな気がするけど。ぼちぼち第2形態かな。まあ、拳武器別にミディールに攻撃を当てにくいわけじゃないですよね。ミディールはあんまりその武器のリーチとかは必要ではないので。リーチとかはいらないんで、当てにくくはないんですけど。とにかく時間がかかりますね。もう10分40秒。第2形態になったところで10分50秒かかってるな。
強武器だったら8分以内で終わってるんですけど、あ、しかももう第2形態になって速攻でこのクソビームやってくる。しかも当たる。ちゃんと避けましょう。あ、もう一回当たる。ちゃんと避けましょう。せっかくなんで女神を使いました。もうこれでエストが0になりました。うん、まあちょっとあれあんまり、そうあんまりあれやられたことないから、やられる前に大体倒してるから避け方わかんない、避け方正直分かってないんですよね。あの思いっきり遠くに離れた時、近くにいたらまあ足元にいれば大丈夫なんですけど、あんまり分かってない。これは2連ダッシュなんで戻ってきますね。うん、戻ってくる。あんまり遠くからなんか安定した避け方っていうの知らない。あれってこっちの動きにちゃんとロックオンしてるんですかね。ビーム縦のやつはロックオンしてるのかな。うん、まあいいや、そんなことは。もうちょっと、うん、もうちょっとしたら倒せる。いや、倒せはせん。倒せはせんのね。スタブを入れられるっていうだけ。今スタブのこの、このタイミングで4回ぐらい頭殴っても、それでも闇くらいのラーぐらいまで HP 残ってるとか、でももうちょっとやっぱ頑張ってほしいな。ローリング R1 が首に当たったら42しかダメージ入らないのか。やべえな。これ本当に素手の方がダメージ出るんじゃないか。ミリ残るし。はい、おしまい。うん。12分50秒。13分かかってるな。他の武器より5分ぐらい遅い。うん。まあ、ミディエルには持っていく武器ではないですね。間違いなく。で、次のハーフライト。ここもめちゃくちゃ辛い。ハーフライトも、我慢とか、我慢セスタスみたいなのがあるんだったら、まあ、セスタスでもまだいけると思うんですけど、まあ、まずその前に、買い出し者が、まあ、かなり辛い。最初の買い出し者は結構、まあ、R1 連打しとけば勝手に死ぬんですけど。うん。まあ、ここは、よし。まあ、ハーフライトも、うわ、しかもちょうど、槍の中に入ってるし。ちょっと誘導が悪いですけど。R1 の2回目が当たらない。あの距離で。本当にリーチが短い。うまい。うまいけど、消せた。うん、潰せた。ハーフライト戦はもうとにかくリーチと強靭がかなり重要になってくる。こんな感じで相手がご利用そうとしてくれれば、刀よりもさすがに振りが早いのでなんとかなるんですけど。うん、2回目の槍が来てもまだ、2体目の死者を呼べてないという、やっと呼べた。ここでどれだけ早く倒せるかが、うん、結構重要になってくるというか、大変。スタブが430だもんな。弱い武器でも500ぐらいは出ると思うけど。あー、これは、はい、回復されましたと。長い武器だったらいいんですけど、これじゃあちょっと。まあ正直回復されることはまあされるだろうなぐらいは思ってたんでいいんですけど、割とハーフライトが近くに寄ってきちゃう。はい。うん、そう。で、この R1 に結構あれ、ま、割り込まれるんですよね。あの、このバックステップのやつ。それがムカつく。あんな感じでローリングを R1 の3回目で狩れるといい。ああ、いい感じ、いい感じ。ああ、よかった。まあ、あんな感じでうまく倒せるといいんですけど、なかなかそううまくいかず、R1 連打してもすぐ避けられてしまう。ダッシュ R はなんか112しかダメージ入らないから、基本的には R1、R1
を狙いたいんですけど、なかなか入ってくれない。単発の110ダメージとかクソみたいなもんだから、早いなー相手の。はい、避けられると、結構当たらない。とにかく時間かかる、この素手でやるのは。で R、で R1 もチェインしない。そう、 R1 がチェインしないっていうのが一番やっててめんどくさいかな。どの武器でもチェインする武器ならいいんですけど、探検とかこういう拳系の武器だとどうしてもまとまったダメージを与えるタイミングがないので、あ、こんな感じで相手がなんかご利用してきそうになったらちょっと今言う300、400ダメージが入るかなってぐらいですけど、苦手すぎる。てか、どうすればいいんだ。パリ、ひたすらパリを狙った方がむしろ早いのかもしれん。上手い人はその方がダメージは安定して稼げるかもしれない。まあでもエストそんなにいないんで慎重に立ち回りたいんですけど、こちらは。あ、うざい。あ、うざい、うざい。あ、うざい。戦技ばっかりやってくれればいいのに。普通に両手持ちの R1、R2 とかめっちゃ痛いから。攻撃当たりたくない。あとちょい。こういうところで、こういうところで欲張ると大体死ぬ。はい。ああ、OK。なんとか持っていった。辛かった。ハーフライト戦。6分ぐらいかかった。6分、5分、5分、56秒。6分かかってるな。早武器だと3分ぐらいなんで、これも、まあ3分ぐらいプラスか。で、ゲール戦。ゲールは第一、携帯に闇耐性はそんなにないです。第一携帯闇さ結構通るんですけど、第二携帯から闇耐性がついてくるので、なかなかしんどい。で、レモナックルの時もあったように、R1 っていうのがあんまり攻撃は当たらない。L1 の方がむしろ当たる。んですけど、この武器 L1 が使えないので、とにかくうまく R1 を打っていかないとダメ。殴る瞬間ロックオン外して、殴り終わったらロックオンして避けるみたいな感じにやっていった方が多分攻撃当たりやすいかな。ロックの位置がちょっと高めにあるんで、足を殴るようにした方が下向いて当たりやすいと思います。毒ぐらいついておけばいいのにな。ダークハウンド、もうここもひたすら時間がかかるだけですね。立ち回りは特になんかするところはない。R12 回目がやっぱり当たらない。それが結構辛い。まあどう考えてもこの DLC に持ってくるような武器ではないということですね。本編の無名の王を倒すぐらい。無名の王を倒すぐらいなら全然軽く。あるなーって感じで、まあ、武器未強化縛り、まあソロレベルは上げないとダメなんで、ソロレベル1縛りみたいなのはできないんですけど、もらわない限りは、まあ、どうしても140、130から140ダメージ入ってたのが第2になると103、40ぐらいダメージが減ってしまう。長い、こっから。で、そう、まあ、未強化縛りみたいな感じでやる分には、それなりにいいと思うんですけど、まあ、松ヤニを塗れる武器使った方が正直いいんじゃないかなと思います。松ヤニで毒塗るとか、出血とは言わないですけど、盗賊担当に出血塗った方が、とか、まあ、あえて濁飯を使う理由は、踊り子とかかな。踊り子、無名のぐらいは使ってもいいかもしれない。あと、苦手な人は深淵の感謝とかも結構いいかも。深淵の感謝、R1 連打で結構削れるので。それぐらいかな。
他あんまり使うタイミングはないかな。まあ、とにかく早く踊り子を倒すんだったら、まあ、かなりやりやすい。スタミナ少なくても火力出るし、立ち回りも大きな振りをしないので楽だし、それぐらいかな。もう勝手に総括入ってますけど、あんまりそのダークハンドの強みが、ああ、そう、全く触れてなかったけど、ダークハンドを左手に持ったら、なんか縦になるらしいですね。ダークソウ無印の時は割と性能良かった。全カット80。で、まあ、あと、そう、縦パカーンってされても、スタブをそのまま入れられなかったんで、縦崩しスタブとか入れられなかったから、割と左手ダークハンは無印の時は、自分もなんか対人とかで使ってた気がする。軽いし。なんですけど、ダクソさんはカット率が60に全て落ちて、まあ重量は0なんで、多分遠くから飛んできた魔法を受けるに、あれ魔法って重いんだな、だから。まあカット率は60に落ちてるし、受け能力も30しかないんで、まあちょっとあんまり使える、わからん。ちょっと、対人の話とかは知らないんですけど、あんまりその使ってるビジョンが浮かばない気がする。他は何かあるかな。まあそれぐらいかな。やっぱ闇属性っていうのがどうしても不遇、闇と魔法属性がどうしても不遇になってくるので、まあどれだけ頑張って、殴っても体力は減らない。間違っても DLC に持っていく武器ではないですね。私も言うな。特に闇耐性、闇耐性が多い。DLC は闇耐性が多いのがきついな。フリーであんま通らんし、フリーでミディールハーフライトか、ハーフライトじゃない、フリーでミディールゲール。体力の多いその辺が、軒並みに闇耐性があるので、かなり時間がかかってしまう。そこがマジで辛い。もう言うことがなくなってしまった。低レベル侵入、低レベル未強化で侵入してきてダークハンドを使う人たちとかいるらしいですけど、怖いですね。武器取得、何回爆発されるんや。やっぱり R1 みたいなのが当たらない。初演ゲール戦ですけど、最近第1形態より第2、第3形態の方が立ち回りやすくなってきた。第1形態結構なんか被弾がむしろ多くなってしまった。やりづらくなってしまった。第2、第3の方がはっきりしてるんですよね、なんか、攻撃が。第1はなんか、何だったっけって思ってる間にダメージ食らっちゃいますと。さすがにこれだけ長いと第2、第3でもちょっとダメージ食らっちゃいますけど。あ、あとダークハンドのいいところあった。重量が0。重量が0なので、すごい防具を着込める。着込めるので、なんか立ち回りを学ぶにはいいんじゃないですか。素手でもいいけど、重量が0、もっと重い防具を着てもよかった。それこそ流刑認識とか結構使いやすいっていうか、重さに対して防御力が割とある気がするので。いいんじゃないかなと思います。もうちょいも早く倒して、言うことないから早く倒してくれ。当たらん。今の R1 に当たらないの。マジで終わってる。はい、OK。最後アッパーでおしまいですね。
旅行は2時間5分10秒。2時間5分10秒。まあ2時間超えるだろうなとは思ったんですけど、ちょっとやっぱ DLC に入ってからのストップがやばい。本編クリアする分には全然持ってて大丈夫だと思います。エルドリッチと深みの主教以外。なんですけど、やっぱどうしても DLC で一気に遅くなってしまう。リーチも短くて攻撃当てづらいし、フリーではステップで避けられてまとまったダメージ与えられないし、ミディールとゲールは単純に火力が低いし、ちょっとまあ使いどころがむしろ分かりやすい武器なので、ダークハンド自体がなんか弱いだの悪いだのそういうことはないというか言うつもりはないので、ちゃんと適材適所、序盤使いましょう、後半使うのやめましょうっていうことで、ダークハンドの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。